どう2018も。年1月の12日、16時37分の金曜日です。よろしくお願いします。今、ドレさんと話してます。ドレさん、すいません。サンドバッグとか、その点とか、その戻りを意識してとか、全部ドレさん言ってたやつだと思って。で、基本ができると、後から分かってくるよ。後から。後から。だからあんまり自分で、ここはこう打とう、ここでウィービングしてとかじゃなくて、今は、慌てないで、まず教わったことを、特にステップ。ステップ。ステップあんま教わってないんだよね。アマチュアっていうか、どちらかっていうと、そのパンチの打ち方、ブロッキングとか防御の仕方、あとミットのコンビネーションのパターンと、そのミットの人も返すっていうか、そのどう返すとカウンターの練習になるよとか、そのなんつうの、そういう約束稽古みたいなのばっかりかもしれない。足使うことの延長にあるのは、ピボットを使ったり、同じ位置にないっていうことなんだよ。極端な話、相手が半歩踏み込んだら、君は半歩下がる。当たらない距離っていう安全な距離。だからその安全な距離に入ったら、ガード下げりゃいいわ。安全な距離ってさ、でもさ、向こうの方がその制空権じゃないけどさ、距離の円はでかいわけじゃん、その外枠は。だからその俺が逃げても向こう、もうなんつうんだろう、俺の攻撃圏っていうのはさ、向こうの攻撃圏より狭いわけだから入っていかないじわけ。ゃあ、前が1メートルだとするじゃん。相手が半歩詰めて、10センチ詰めるってことは、90センチなわけだよ。だからそれを一回回りながら、10センチああ、ガーそういうドがこと下がか。れば、そっかそっか。また距離がゼロになって当たんないから、あ、言ってること分かった。要は、横の軌道でずらしてってことだ。だけど、ワドも中に入って打たないと当たんないよね。向こうの方がリーチ長いんだから。それはもう根性を決めるしかないんだよ。なるほど。もういいや、もうカウンター食らうかもしれないっていう。ワドもたまにあんじゃん、ブチ切れて、もう全段本気で打つとき。やるね。あれでいいんだよ。ただ、それ途中で全部かわされると、今度ワドがノーガードになっちゃうから、残り30って言われたら、もう勝っても負けてもいいから、バ勝ク負バすコる。に行くんだよ。相手多分ディフェンスに特化するしかないよ。要は、君の体を見ればだね、しっかり練習してるのはわかるから。ああ、本当に？なんかすげえ特嬉に、しい。とにかく走ってください。走君る。のためだから。わかった。そのうちね、体幹が強くなってきて、もっといろいろ打ちやすくなるから。今度、20日に会った時、打ち方教えてあげるよ。楽しみにしてます。チームどれの練習会いつやんの？それも、あそこを借りるお金ができたら。みんなで割り勘でいいじゃん。割り勘というより、俺、あと、光熱費、電気、あと、電話代、ガス、水道払ってないから。生主だな。電話代がないと死ぬから、電話代から。じゃあね、携帯代？電気代払わないと、電気がきの供給止められたら配信できねえかまあそうだね。ら。いや、そうだね。そうだねしか言えない。でもね、でもそれさ、で4も、人か5駐人、車、4人ぐらいで回すのが俺ベストだと思うの、あの企画って。多すぎると。毎回、別にスパーリングしなくても、本当に基本練習の日があってもいい。スパーリングは残り2ヶ月とかで追い込んでいけばいいんだから。いや、俺ね、違うんだよ。その人数増えてくると嫌なのが、そのドレさんに教わりたいことが全然教われなかったりするから、じゃあ、結少人数パターンも閲局、覧捨てていいから、10人10、別にお前と2人でもいいよ。いや、そうでいうも日そうすも。るとコストがさ、かさむから、あそこさ、まあ、俺3000円ぐらい払ってさ、みんなが3000円ぐらいで借りられるっしょ、多分。
余裕1万円ぐらいじゃかな。ん？2うん。時だ間。から、3000円は払う価値あると思うから、あるよ、あるあうん、るある。お全前然。らには絶対ある。そう。で、4人で、ちゃんと学びたい人だけで、ドレさんに、約束稽古とか課題をみっちりやってもらう方がいいんだけど、スパーリングの日まあ、それは、もあり。全然ありなんだけど、スパーリング回し大人数で。うん。だけど、あれは身にならない、正直まあでも、今の段絵階では。的に、まあ、絵的にみはんね。なそこが見たいんだよ。うん、わかるわかる。だから、うん。例えば1時間やるとしたら30分はきっちり練習やって、やっぱり30分は、いわゆるマスボクシングな、抜いてな、どっちが勝った負けたじゃなくて、見てる人が、お、技術レベル上がってきてるなっていう、これはね、もうこなすしかない。どれだけジャブの練習磨いても使えなきゃ意味ないから、もう汚くても何でも相手が倒りゃいいんだから、やるしかない、スパーリング。直樹兄さんと戦うまでに何ラウンドスパーリングできるかっていう。企画にするといいかもね。100スパーリングとか、ラスト1ヶそうだ月とね。か。俺だけが相手じゃなくても、例えば、過疎の人で出る人同士で集まってやったっていいんだねえ、から、ね。そこは配信も面白くやっ100て。スパーやりま100すスって。パうん。半年で100は足りないけど、俺大体週30ぐらいやってるから。ー。だから、最後の1ヶ月よ。1ヶ月、2ヶ月前に企画で、まあ、1ヶ月、2ヶ月前の方がいいかな。まあ、1ヶ月半ぐらい前から100スパっていうので最後の仕上げでみこたいれな。いいと思うよ、いいと思うよ。要するに100スパーなんてこう、力抜いて体重移動だけでいけないとね、なかなかクリアできないから。頑張りましょありがとうございます。う。あなたができることは走ることです、今。オッケー。走ることです。分かった。スタミナが全てです。オッケー。ありがとじゃあ、う。内職頑張ってくだ内さい。職じゃねえわ。切るところだわ。黄昏ペ、せいべい頑張ってくだ さい。黄昏せいべいじゃないわ。はい、ドレさんでした。開始5分で70人じゃお前集められんのかよ、キョンってやつよ。自分でできねえことを低いとか言うな。お前集められんの？開始5分で70人に閲覧取れんのかよ。できもしねえのに人のこと否定すんな。はい、みんなお疲れ。いや、パンチドランカーだね。もうパンチに酔ってるから。知らなかった。どうよ。どうよ。やるだろう。どうよ。小指ぐらいの大きさ。小指の第一関節。いいでしょ。属性ランキングって何？属性ランキングってなんだ？新しいイベント？なんだろう？属性ランキング。なんだろうこれ？サマナーウォーズ。なんだろうこれ？サマナーウォーズ。ほん。業者と提携してるね。無差別級に分けて。ああ、やろうか。開催期間。やろうか。無差別級。エントリーしましょうか。何属性にしようかね。これ何属性に入ればいいの？自分の参加条件に合ういずれかの会にエントリー12回ある。次に分かれた属性別ランキング。おお、グループ分けになる。で、これ何を争うんだ。フォロワー数に分けて。まあ最後にすればいいか。火属性、水属性、風属性。インフルエンザなった？意味ないんでしょ。ウイルスの方が強かったんだ。召喚アイテム。ああ、これ面白いね。レインボー。
やろうか。任天堂スイッチがもらえる。ほう。やろうか。何属性でエントリーしよう。何属性で入ろうかな。何属性にしようかな。なんか新しいイベントやるみたいだね。なんか業者と提携してるのはいいことだよな、本当に。ちょっと待って。属性別ランキングって。で、俺がエントリーできるのはフォロワー数上限なしの無差別級しか入れないから、1500人以上いるから。何属性でエントリーする？火が10人、水が6人、風が6人だって。火属性、何属性だと思う？みんな俺。勘でいいよ、勘。火だよね、多分俺。どれがいいですかね。火属性、水属性、風属性の 3つから選べるって。どうしよう。みんな何が好き？火と風と水。風？赤だから火。あ、そっか。テーマカラーだから火にしようか。赤にします。じゃあ赤でエントリーしますよ。エントリー完了しました。うん。エントリーしたよね。エントリー済み。OK。エントリーしました。火属性になりましたね。火属性。うん。ありがとう。初見さんいらっしゃい。直樹兄さんのリスナーさんですね。いらっしゃい。和道です。偵察に来たの。あの、キョンってやつうざい。あの、俺の放送見なくていいよ。君と関わるつもりないわ。あの、不毛、お互いに不毛な時間を過ごすのはやめよ。他言って悪いけど。直樹兄さんの心を救いたいって書いてあるじゃん。リスナーでしょ。直樹兄さんリスナーでしょ。サムネも直樹兄さんだし。偵察部隊が来たよ、偵察部隊が。
おお、アーミーいらっしゃい。若つバーガーありがとう。どう調子はアーミー。仕事終わったの？お疲れい。山田さんいらっしゃい。楽しんでってください。ああ、8時までなんだ。休憩中だ。ありがとうね。仕事中なのに。嬉しいよ、来てくれて。セゴロやりますよ。ボクシングルールでやります。2分2ラウンドボクシングルール第2回戦ですね。一人で仕事してるの休憩じゃなくても来ます。あ、そうなの？なに、結構フリーランスな感じなの？アーミンの仕事はロムレる感じの仕事なの？いいね。フリーランスのいいところはそこですよね。腹減ったな。そういや何も食ってねえや今日。腹減ったな。UP さんいらっしゃい。どうも。質問、まあ答えられることであれば何でも。あ、クリーニング屋さんやってるんだ。はい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 。へえ。え、何？自分でやってるの？それとも仕事、アルバイト？クリーニング屋さんか。受付？え、何？自分でクリーニング屋さんを経営してるってこと？それとも職場がクリーニング屋さんってこと？ジャッジメントさん、NG ワードなんで気をつけてください。申し訳ないっす。
2分2ラウンド4分間ですね。体力的にかなりぜいぜいなるもんなんですか。4分だとまたピンピンな気もして。あ、ですね、UP さんじゃあなんですけど、多分 UP さんがその格闘技やってるかどうかわかんないんですけど、ジャンプしながら、こうやってステップ踏みながら、力は入れなくていいんで、パンチをワンツー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 って、こうジャンプしながらワンツーワンツーワンツーって、30秒やってみてください。本気で。本気のスピードで、はっはっはっはとかでもいいんで、それ30秒やってみてください。それでわかります。たった30秒でいいです。もう本気で腕を振り回してください。こうやって。見よう見真似でいいんで。それをジャンプしながら。それでわかりますよ。おい、もつさん、久しぶり。ワドツー。うん。それでわかりますよ。4分戦うっていうことがどういうことかとか。うん。ロンより証拠っすね。うん、ロンより証拠。やってみるのが一番いい。今、画面の向こうでやってみたらいいです。死ねますね。化け物っすよ。10ラウンドとかやるの。3分10ラウンドって。頭おかしいレベルっすね。本当に。なんだろう、42.195kg とかと同じ世界だと思う、本当に。しかも殴られながら。で、簡単、やってみたけど30秒、あ、いける？あ、体力ある。じゃあ今度3分3ラウンドとかやってみるといいっすよ。で、今度はどういうイメージかっていうと、2人ぐらいからボールを投げられるの、至近距離で。で、それを避けながら今度はバタバタやりながらジャンプしてくださいみたいな。避ける、攻撃する、ステップ踏むみたいな。そういう世界ですね。挨拶だけか、残念だな。もつさん、花火ありがとう。頑張ってね、仕事。頑張ってね。またゆっくりできるとき来て。週2のジム通いですが、ジャンパーで30秒ちょっと辛かったです。これパンチ当たるのか。そうそう。それでパンチを当てて、ガードして、避けてっていう全部の複合的な動きをやる感じ。まあ2分2ラウンドはね、ちゃんと体力作ればいけるとは思うんですけど、3分3ラウンド前回やった時きつかったっすね。ステゴロ1は本当にもうスタミナ切れて倒れたかった。だから2分2ラウンドになってだいぶ得というか、まあ、戦えるかなっていう。それでもきついけどね。そんな感じですね、ゆうさん。おいっす、原田さんお疲れ様です。腰痛いの？みじんこさん。どうしたの？痛めちゃった？もうしんどくてやってない。そうそう、4分って短いなと思うんだけど、逆に3分、普通の人は3分も戦えないと思う。ボクシングジムとか格闘技やってる人だったら分かるけど、なんかね、他のスポーツとはちょっと違う。うん、そうっすよね。本当に残酷っすよね。本当に残酷っすよね。はい、頑張ります。本当に残酷だなって思うよ、選手は。しかも選手生命短いしね、怪我、大怪我っていうかね、もう命がね、取られる。まあそこまで大げさかもしんないけど、後遺症残るようなスポーツだからね、相手を殺すのが仕事だから。ジム通ってますよ。もしよかったら僕のツイッターフォローしていただければ、トレーニング内容全部書いてあるんで。僕のツイッターもしよかったらフォローしてください。これが僕のツイッターですね。これ、このサムネ、ワド配信かっていうのが僕のサムネで、で、こういう風に、トレーニングメニュー、ステゴロ練習5日目、練習2時間、ストレッチ、シャドーボクシング、ボクシング、サンドバッグとか、いろいろこうメモを残してて、で、毎日こうやって、どんなことやりましたっていうの書いてあるんで、
ロードワークしましたとかで、まあ全身ボロボロですとかさ、もしよかったらこれでいいねボタンを押してくれると、あ、たくさんの人が応援してくれるなって励みになるんで、リツイートといいねお願いします。ルールのない格闘技、そういった格闘技なの、ルールないのは。そうですね、いや勝ちますね僕は。あのもう負けたくないです、前回みたいな苦い思いしたくないです。勝つためにやってますね、家庭とかじゃなくて勝ちに向かってやってます。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。面白かったらフォローしてください。ジークンドーだ、ジークンドー柔術じゃなくない？ジークンドーってあれじゃないの、ブルースリーのやつじゃないの。いや裸眼でいきますよ、練習は裸眼でやってるんで。すっごいスタミナの減り異常ですよね、試合当日は。緊張とプレッシャーと会場の雰囲気とやばかったもん。緊張しいではない方なんだけど、それでもスタミナの減りがもう倍ぐらい早かった、3倍とか。シンク運動ストリートファイトなんだ。ボクシング僕も素人なんで、全然全然。僕も素人ですよ、素人の大会なんで、プロボクサーではないですよ僕は、ライセンス持ってないし。
用事があるから和道さんの配信見てなって言われて、え、和道さんの配信見てなって言われて、うんって言ったら嫉妬された。おかえりのんちゃん。どこが完成なのか自分でも分かんないっていうのがすごいな。これこのシルバーどこがゴールなのか全く分かんないよ。つれえ。でもなんか技術的にどんどんシルバーも上手くなってるから、上手くなってるのが分かるからさ、いいよね。どん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 この作品が進化していってるっていうか、もう手元狂ったら一発アウトの世界まで入ってきたもん。もう 0.0 何ミリの世界だよ。よくやるわこんな。生半可に手を出してしまったが奥が深すぎる。お疲れ様です。了解です。こんな感じ。これはこれで完成でいいかな。いいと思えるようになってきたな。これがね、あの鍵のなんて言うんだろう、あのガチャって差し込む、なんて言うの、この鍵のこの部分、これいいデザインでしょ。デザインもしっかりしてるし、適当に作ってないから。ここの部分をすげえこだわりたかったの。なんか丸く穴掘ってビッてやってるだけとかさ、結構その、なんつうの、鍵のアクセサリーって、ここの部分手抜くんだよ。うん、いいでしょ。だから一番こだわりたかった部分なんだよね。その、なんか ここのデザインがしっかりしてるやつを作りたいと思ったから。まあ悪くないね。うん、めちゃくちゃ繊細でしょ。この部分シルバーだよ。金属でシルバーでこうなってるから綺麗でしょ。厚さは何ミリだ ?1.5 だね。1.5 ぐらい。こだわり伝わる?これがね、1ミリとか 0.5 とかでも作れるには作れるんだけど、むしろそっちの方が作りやすいぐらいなんだけど、そうすると耐久性がなくなるから。ある程度太さがないと、こう、ぐにゃって曲がっちゃうからさ。せっかくつける、身につけるアクセサリー曲がったら嫌でしょ。ちょっと厚めに作ったこの部分は。
ネイルもね、アートだよね。ネイルはしかも1ヶ月ぐらいしか持たないんでしょ？ 1 ヶ月も持たないか、2週間ぐらいか。履かないよね。どんなに綺麗に作っても2週間で消えちゃうっていう。初見さんいらっしゃい。これ明日だな。ネイルのね、デザインとか楽しみだよね。次どんなの作ろうかなってね。いいじゃん、いいじゃん。ジム行くか、雑談して。
カイホーいらっしゃい、リボンの牛さんいらっしゃい。からかいはいらないかな。あー、自分でねやったのにサロンどこでやったのって言われたら嬉しいよね。ね、プロの仕事だっていう評価だもんね。それ嬉しいよね。どうもどうも。艦長だけじゃなかったか。俺は艦長の人だと思ってるから今でも、うん、艦長を愛する艦長アーティストだと思ってたからね。はい、ワード2やなラッキー、お疲れよし、写真撮ろ。日報だ、日報。太陽も落ちてるな。さてとやりますか。美人で艦長好きってすごいよね。スカトロファンにはたまらないんだろうね。ああダメよ、スカトロなんて覚えたらダメよ。のんちゃん、のんちゃんはいいの、スカトロとか覚えなくて。まだ早い。
スマホ写真撮り慣れてない。俺結構使いこなしてるよ。じゃあアップしよう。アイテムありがとう、匿名さん。あ、解放ありがとう。たくさんありがとう、解放も。ありがとうございます。投げ捨てごめん。ありがとう。わお。なんだよ、最近来てくんないじゃん。寂しいよ。また来てね。忙しいのかな、みんな。いつものメンバーが来ないんだよな。あ、でも、嬉しかったわ、また来て。カオスさんも落ちてるでしょ、多分。いや、わかんない。カオスはビットコインほら忙しいから。相場に張り付いてるんでしょ。まあ他の枠見てるかどうかわかんないし。何、そんな素敵な言い方してんの。リスナーさんが笑ってその日にあった辛いことを忘れてくれるための手段ですよ。館長はリスナーさんの笑顔のために配信をしてるので。館長ってそんな素敵な行為だったっけ。はい、今日のね、今日の作業をツイッターにアップロードしたんで、ぜひ皆さんいいねボタンとリツイートお願いします。
ツイッターにね、今日やった作業、ツイッターに載せたので、もしよかったら、リツイート&いいねお願いします。よろしくお願いします。おお、ぐのこちゃん、久々、ワド2。元気？なんか全然来ないじゃん、最近。なんかお気に入りの配信者でも見つけた？いいねボタンありがとう。みんないいねと、いいねボタン押してね。ツイッター、ツイート見たら。いいねボタン結構モチベーション上がるんで、ツイッターのいいねよろしくです。なんかね、結構見ただけでね、満足しちゃう人いるんだけどね。やっぱ配信者はね、いいね押されてなんぼなんで。いいねどんどん押して、ロッホさんお疲れ、いいね押してくれた、ありがとう、いいねありがとう、コメントも書いてくれた人いんのかな、コメントはないか、ありがとうみんないいね、ツイッターいいねよろしくお願いします。コメントした？あのね、コメントね、鍵アカの場合は俺コメント読めないんだよ実は。これ意外と知らない人がいて、その鍵アカの場合って俺のんちゃん読めないの。なんか確認が取れないのよ。そう、鍵アカだからね、ツイッターで鍵アカだと困っちゃうんだよね。なんか無視されたって思われちゃう人がいるんだけど、鍵アカの人が意外とコメント書いてくれるんだよ。そう。鍵アカ読めないの。ありがとうね。ツイッターはオープンにやった方が面白いと思うよ。LINE とかだとね、あれだといいけど、LINE とかだとほら、つながってる人しか読めないから、ほぼ鍵アカ状態じゃん、もともとが。鍵アカね、誰がいいね押したかもわかんないし、そうなんだよね。鍵っていう機能あんまり良くないと思うんだけどな、ツイッターに関しては。うん。今読める？あ、本当だ、ありがとう。ありがとう。いいね、ありがとう、アミ。コメントも大歓迎だよ。ありがとう。サンキュー。読めた読めた。3ついいねしたけど鍵アカなんだ全部。ツイッターはいいねをぜひいただきたいですね。ブロックすればいいんだよ。
ブロックしたら見れないから。これはもうブロックですぐパパッと対処しちゃうね。めんどくさい人は。うん。あー、みんないいね、ありがとうね、ありがとう、嬉しいな。さて今日は何時に行こうかな、ジム。2時間ぐらいでちょうどいいよね、体鍛えるの。どう思う？2時間でいいと思うんだよな。少ないかな、2時間のトレーニングだと。なんか適度な運動量っていうのが分かんないんだよね。どれくらい練習するんだろう、みんな。時間が多ければ多いほどいいってわけでもないような気がするんだよね。2時間でもハード、うん、汗びっちゃびちゃ、絞れるぐらい汗流してる。でもね、後半ね、体力が切れるとパンツが入らなくなってくんのよ。多分その体の使い方が下手だからだと思うんだけど、昨日なんかサンドバッグ叩いててすぐ息上がって脱水症状みたいになっちゃうのよ。だからこのまま練習続けても意味ないなと思って。いやよ、了解。みっちりやれば2時間で十分。1時間半ぐらいでもいいと思うんだけどな。うん。ああ、神対応するんだ。今日は何時に行こうかな。配信してないの分かるよ、分かるよ、分かるよ、分かる分かる。リラックス、タバコうめえ。こんにちは。おお、夢助さん久しぶり。元気だった？こんにちは。コーヒー飲んじゃったのか。ジーパンも洗いてえな、そろそろ。明日洗おう。そうだね、明けおめだよね。今年もよろしくお願いします。一緒にいい年にしましょう。うまいでしょ、慣れてくると。お前最初の3日間ぐらい違和感あるけど、もう他のタバコ吸えなくなるよ。うまいうまい、アメスピは慣れてくると美味しいんだよね。ありがとう夢いすけさん、花火ありがとう。明けおめお年玉いただきました。クリーニング屋さん、ある種クレーマーのプロなので。ああ、あのね、母親がね働いてたけど、すごいらしい。あの クレーマー対策がすごいんだよね。
そう、クリーニング屋さんはクレーム拾いやすいってすごい聞いた。なんかあの接客対応難しいって。外でするには向いてない。時間かかるからね。そう、貴重なご意見ありがとうございますっていうのはすごくいいんだよね。すごくいいんだよね。ああ、ちゃんと接客してるね。ありがとうって言うとクレーム言いづらくなるんだ。あ、あんってなるんだよね。そう、だいたいクレームがさらにクレーム炎上化するの対応が悪いからなんだよね。おお、どうもどうも、お疲れっす、さくらさん、いらっしゃい。俺もね、今シルバーが一段落してちょっと終わったところだね。でもこのなんかログを残していくのいいね、ツイッターに。ツイッターに制作過程上げていくのは正解だったな、これ。可愛いパーツいっぱい作ろう。アミマガありがとう、さくらさん風船ありがとう。笑顔見れると癒される。うん、いっぱい笑うよ。あー疲れた、今日はだいぶ集中したよ。トレーニングとシルバー漬けの毎日だから、みんなのコメントでだいぶ癒されてる。一人でこれやれって言われたら無理だな、見入っちゃうよ気が。本当に実はね、自分の声苦手なんだよね。それでもだいぶ慣れてきたけど、生まれて初めて自分の声聞いた時ギョッとしたよ。ギョギョギョっつって、甲高い声だから苦手なんだよね。いいね、歩くのいいと思うよ。結構ね、キックボクシング、フィットネスだと女の人が結構いて、クラスによってはね、バンバン蹴り込んでるよ。女の人でも上手い人上手いね。ドンドンって蹴ってるよ。運動神経いい人はやっぱ女性でも全然男の人より上手い。低い声に憧れる、甲高い声だから。ご飯食ってねえな、どうしよう。トレーニング行って飯食うか。のんちゃんおかず買って帰るっつったから、どうしようかな。なんか腹に入れたいような気もするし。めちゃめちゃ飯食ってるよ今。
メガホンありがとう。和食以外食べてるよ、全然。食べてきてもいい。そうだね。晩ご飯だと思うから、のんちゃん買ってきてくれんの。今日8時にジムに行って、8、9、あ、7時半ぐらいに行くか。7時半ぐらいに行って、8、9。で、汗流して帰ってきて、それ、そんな感じかな。もう最近なんかルーティーンに追われてるな。毎日同じ作業に追われてて。一回シルバーと捨て頃終わったら、こう、なんか3日ぐらいのんびりしたいな、旅行に行きたい。解放声悪くないよね。解放声いいね。ショック受けるよね、カセットテープね。みんなもしよかったらステッカーマジで買って。まだ買ってない人。これね、1枚500円で売ってます、これ。で、こっち側は1枚1000円。もしよかったら、ちょっとね、今月、アイテムの飛びもすごい苦しくて、で、ジムとかですごいお金かかっててさ、生活カツカツなんで、もしよかったら支援してください、ステッカー。送料プラス200円の、1枚500円と1枚1000円のやつがあります。で、ステッカーこっちの方はね、残り160枚ぐらいしかないんで、限定品なんで、よろしくお願いします。ぜひぜひ買ってください。ステッカー良かった？あ、嬉しいな。可愛いでしょ。ミックスさんっていう人がデザインしたんだよね。ミクさん絵心あるよね。のんちゃんのステッカー？のんちゃん配信者じゃないもん。いろいろあるのよ。配信者じゃない人をステッカーにしたりすると後で揉めたりするから、自分の責任の負える範囲じゃないとね、やっぱグッズとか難しいのね。後でほらお金の問題でその分ちょうだいよとか言われてもさ、なかなかそういうのに揉めたくないからさ、だからステッカーも1枚作るのに 4万円ぐらいかかるんだよ、1種類作るのに。だから版権とかね、結構ねやっぱ意識してやんないと難しい。ライン来てる。お腹すく時間帯、いや俺起きてからまだ飯食ってないから腹減りましたよ。和道さんが代行した場合は倍額。いやだってのんちゃんニートだから4万円もかけてステッカー作れないでしょ。働いてないんだもん。
のんちゃんのプロデュースってか、あうん、のんちゃんは何か作品をなんかやるべきだな、ステッカーじゃなくて。あ、そういうことか。LINE にボイス送ったら声が違うから恥ずかしかった。そうなんだよ、あのね、あの耳ってさ、体の中に入ってるから、その体の中で響いてる音と普通の人が聞いてる外の音っていうのが半々に混ざるんだよ。うん、なんていうのかな、それがね結構難しいんだよね。うん、あのだからラジカセとかで、その電話とかってさ、外の音だけ録音するから、そうだから全員、そのだから LINE のボイスメッセージの声が違うっていうのはね、 LINE に聞いてる LINE の声の方がみんなに聞こえてる声の方なの。そう、自分だけ自分の声がおかしく聞こえるっていう特性があるの。だから俺もそのギャップを出さないようにヘッドホンでこれで自分の声聞いてるんだよね。俺はだからもう脳内変換で、その外に聞こえてる音が自分の声っていうのが、なんて言うんだろう、あんまりギャップが出ないように意識してるんだけど、それでヘッドホンつけて自分の声回してるので、中で例えば俺がね、そのあんまり大きい声出してないつもりでもみんなにとっては大きい声なんじゃないかっていうのがあるから。いや、作ってる作ってる。だからあれで今回の鍵のデザインとかも全部のんちゃんがデッサン書いてくれてんだよ。こうやって、これ歯車なんだけど、パーツの1個で。そうだ、今回作ったそのこれっていうのはのんちゃんがデザインしたのをモチーフにこれを作ってんの。これね、一番大事なのはのんちゃんが自主的に書きたいっていう風に思わないと意味がないから、やらされたら終わりだから、アートっていうのは。俺はのんちゃんのバックアップしかしないよ、やらせたくないから。のんちゃんが和道さん絵描きたいって言って協力してって言ったら、どんなことでも全力で応援するけど、例えば私もステッカー売りたいとかさ、だからステッカーどうやってやったらいいって言ったら全力で応援するし、バックアップもするけど、うん、だけどのんちゃん自身が描きたくないものを描いたら鬱になっちゃうから、うん、俺が一番描いてほしいよ。のんちゃんの才能を一番信じてんのは俺だもん。配信者のステッカーいいよね、いろんなデザインがあってね、シール帳とか額とかに入れておけばいいんじゃん、かっこいいと思うよ。
ス重いの、どれくらいの重さかな、結構重たいよこれは。まあ大きいからね、うん、まあ結構重量あるかな。革の小物製品、小物か、小物、革の小物わかんないですね。うん、もんちゃんの書いたステッカー売れそうだけど、小銭のために精神切り出して鬱になっちゃうな。そう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 。だし、そのクリエイターってどういう風にクリエイトしないといけないかってさ、やっぱりその書く喜びみたいなものが一番大事だと思うの、作る喜びって。で、仕事で書いても結局その小銭が儲かるからって言って書いても、例えばこれ70時間かけてもう10日以上やってるんだけど、好きだからできるわけじゃん。で、多分製品化するの半年かかるわけじゃん。半年間そのやりたくないことをやるって辛いよ。うん、だから本人が書きたくなるのがもう最低条件だよね。うん、ないと全員不幸になるっていうか、そんないやいや作ったもの買うのも嫌じゃん。みんなも頑張ってるからこそ応援したいってなるわけだから。ピアスか、ピアス、ピアスか、波動ピアス、ピアス、ペアリング。リングはね、ちょっと難しいのがね、あの人の指ってさ、ほら何号ってあるじゃん。だからその何個も作らないといけないっていうか、そういうのがあるのよ。要は1000個売れるっていう自信がないと、うん、1個の同じ型で何種類も作らないといけないからね。そうそうそう、ピアスだったらね、同じ規格で作れるからできるんだけど、それで今回ペンダントトップにしたんだよね。ペンダントだったらさ、あの規格あんまり関係ないから。うん、でもまあいろいろラインナップは出していくから今後。難しいんだよねそこは、商売とアートの兼ね合いが出てくるから。うん、うん、待ってて。のりこはね、絵を描くべきだよ。絵じゃなくてもいいんだよね、本当に。そう、漫画とかいろいろアイディア出してるのよ。絵本描かないとか、漫画描かないとか。絵に、油絵にこだわる必要は全くなくて。イラストレーターとかでも、ネットにただ無料で上げる動画でも何でもいいのよ。そう。バングル？バングル？こういうブレスレットみたいなやつ？バングルってやつ？実はね、一番最初に作ろうのペンダントトップかバングルか迷って、もう50万ぐらいする、こうやって腕に巻きつくやつ。こっからここまでのバングルで、竜のバングル作ろうと思ったんだよ、一番最初。ガチャってはめるっていう、ここまで、こっからここまでの。バングルとか考えたのね。もう50万ぐらいで売ろうと思って。だってシルバー1個のバングルで1万ぐらいするのも、こっからここまでの幅作ったら50万ぐらいいっちゃうよ。怖い、腕取れそうなぐらい重たくなるけど。ちょっと面白いじゃん。一括いいやつ。もう欲しい人だけ5個ぐらい売れたらいいや、みたいな。そういうのも考えたんだけど、さすがにもうみんなが身につけられるものから入ろうと思って、最初は。
それでね、あのこれにしたんですよ。バングルいいかもしんないよね。バングルいいかもしんない。あとね、ベルトもありかなとか思ったり、チェーンとかもいいなとか思って。あれだよ、今回3万5000円でやるけど、もう次回から10万超える商品しかもう作らないよ、俺。今回はさ、ほら、みんなと共有したいっていう思いがあるからさ、手の届く範囲で売るけど、もう10万以上する商品しか作らない。もう超高級ブランドにしようと思ってるから。鉄のベルトっつうか、ここの部分をデザインするの。ここの留め具の部分、本革のベルトで。そうそう、 RPG の装飾品みたいなイメージなの。そう、そういうイメージで作ってるの。だから今回はこれは魔法の鍵のマスターキー、うん、宝箱を開ける鍵よ。ありがとね、のんちゃん。うん、あとね、なんかティアラとかも作りたいなとか思ってんだよね。こう銀のここにこうかぶせるあるじゃん、王冠みたいなやつも作りたいなとか思ったり、もうアホみたいな作品ばっかり作ろうと思ってる、うん、細いね、細くてこう綺麗な、いろいろ考えてるね、アイディアは。次何作ろうかなと。次はね、これ作ろうと思ってんだよ。カンナビって言うんだけど、カンビナだっけ、なんだっけ、カンナビだっけ、カンビナ、あのこれ作ろうと思ってるね。第2号作品はこれ。これだったらさ、金属アレルギー持ってる人でも使えるじゃん、これ。これのかっこいいやつ作ろうと思って、ここに留めとくやつ。そしたらさ、服の上につけられるから。第2号はシルバーのこれ作るね。カルビナって言うんだっけ、これ。カルビナっていうの。アーマーリング。アーマーリングね、アーマーリングでもね、買ったことあるんだけど、やっぱり、あの、つけ心地、機能性がないと、やっぱり普段つけないんだよね、人間って。俺も一個持ってたよ、アーマーリングが流行る前に、出たてっての頃持ってたんだけど。やっぱり仕事してたりとか、普段使えるようにしないと、つけてくんないから。やっぱつけない作品はダメだよ、死んじゃうから、うん、やっぱりアクセサリーはつけてもらってなんぼだかんね。でも女性に愛される作品作りたいな。男の人がつけててこう可愛いっていうのってあるじゃん。可愛いっていうのはそのなんつうの、女の子の言うそのなんていう可愛いかな、なんて言えばいいんだろう、ああいう可愛いっていうのは、そのリラックマみたいな可愛いじゃなくて、わかる、言いたいこと。靴職人とか靴ね、かっこいいよね、靴作る人はね。あれ足型作るのが難しいんだよね。ネイル用のリングもあるんだ。パワーストーン、あ、こういうやつ？これリスナーさんに作ってもらって、プレゼントで大事につけて、こういうやつ？うん。今回のペンダントトップ、パワーストーン入るよ。うん、いいよね。リスナーさんが天然石で作ってくれた、うん、お守り、運気が上がるようにって。あ、そういうこと、そういうこと、そうなんですよ。ワウイさんね、それがテーマなの。実は俺が欲しいものとか普段身につけるものを作ってるの。そう、俺が可愛いって思うものを作って、普段ずっとつけてて、でその自分の装飾具を全部作ってる感覚の、それそれそれで、もしよかったら共有しないって、お揃いにしないっていう感覚。うん、
だから俺が欲しいもの以外、もう気に入ってる商品っていうのは買わなくていいと思ってて。靴はね、実はね、もう完璧だと思う作品があるの。オールデンの V チップっていうやつなんだけど。俺は靴はね、オールデンかコンバーススニーカーでいいやと思って。オールスターで。ありがとう。靴はね、いいものいっぱい出回ってる。オールデン。オールデンってアメリカだったかな？オールデンは。今回のパーストーンはブルー。うん。ブルー。で、何をイメージしてるかっていうと、ちょっと待ってね。今、説明するね。今回、その、ラフの絵出すからちょっと待ってて。今回イメージしてるのが、ここの部分、実はパワーストーンなんですよ。で、ブルーをラピズラリっていう、ラピズっていうさ、パワーストーンがあるんだけど、そこをここにはめ込もうと思ってんの。で、鉄、金属も、実はシルバー、真鍮、銅。シルバー、真鍮、銅。で、ここの部分はピンクシルバーにしようと思ってるのね。だから、実はこの銀でできるだけじゃなくて、この金色とか銅色とかシルバーとかピンクシルバーとかが、こう、グラデーションになってるの。一個一個のパーツが。で、なんでここにパワーストーン入れるかって、これを地球にイメージしようと思ってるのね。商品名？商品名って何だろう？オールデン、オールデンっていう、オールデンコードバンで検索すると出てきますよ。オールデンコードバン。で、ラピズっていう石はこれね。これです。これをはめ込んで、ちょっと地球をイメージしようかなと思って。これちょっと汚いな。この真ん中のやつがラピズラリ。綺麗でしょ。これが原石かな。うん。だから、こういう風に、その鉄と石の、コラボっつうかね。だから、女性を意識してるね、だいぶ。そう。これすごいね。石を掘り込んで金属埋め込んでる。これかっこいいね。オールデンのコードバン V チップ、俺が好きな方は V チップっていう方、うん、うん、一緒に作ってる感じでテンション上がるでしょ、うん、でまあ例えばなんだけど、例えばなんだけど特別なオーダーで、まあそのオーダーちょっと上乗せで石とか変えてくれませんかって言われたら、その値段はちょっと上がっちゃうんだけど、パワーストーンだけ変えたりとか、要は世界に1個私特別なものが欲しいって、値段気にしないから私好きな石があるのって言われたら、それは対応しようと思ってるね。そのあんまり普段はやりたくないんだけど、そのまあお金追加料金で払うっていうのと、リスナーさんだっていうことでもう付き合いがあるっていうことで、この石を水晶に変えてくれとか言われたら、まあ変えてあげてもいいかなと思ってて、うん、あんまりそういう普段のオーダーには対応しないけど、あのリスナーさんから頼まれた部分にはちょこっとその変えられる部分は対応して、世界で一個の作品っていうのを作ってあげようかなと思ってて、うん、かっこよかった？ V チップってやつね。これはね、コードバンのオールデンがすごい好きで欲しいなと思ってんだけど、高いのよ。一足10万ぐらいすんのね。靴は俺が作る必要ないなって。もう世の中にいいものがいっぱいあるから。うん。そうだね。やっぱりそのコンセプトはしっかり持って作ってるから、うん、あんまりカスタムしない方がいいと思ってるけど、今回その青い石をイメージしながらバランス考えて作ってるから、
鋳造大変ですね。鋳造の工程を何月に終わらせられるかだよな。もう本当はワックスとかもね、2月末までには仕上げないとななんて思ってんだよね。そろそろ次のステージ行かないと。あと何パーツ ?1,2,3 これはまあ完成 1,2 でしょ。この3つが完成してて4,5,6,7あと3つ作んないといけないのかな。この3つは多分完成なの、ほぼほぼ。あの仕上げればいいだけなのね、この3つは。ただこのパーツとこのパーツがともう1パーツがねちょっと厄介なんだよね。あともう1個必要だ。まあ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  30% ぐらい、 30%40% ぐらいは終わってきたからこれからっすね。あとは X さんと相談。あとね、刻印の、その、刻印がすごい大事で、結局その、パチモンを作られないように、和銅っていう刻印にこだわらないといけないんですよ。で、銀とかって手入れあるんですか?手入れはね、あれだよ。あの、クロスっていうので磨くだけだよ。この、これドンキホーテとかで500円とかで売ってるから、ツヤ出しクロスっていうのがあるの。これで磨くだけ、これで磨いて終わり。まあこれ業者問屋さんで買ったから200円とかで買えたけど、多分東急ハンズとかだといくらぐらいだろう、500円とか1000円で買えると思う。それでまあピカピカさせたい人は磨く、逆にそのどん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 黒ずんでいくのが好きな人はほっとくっていう、ひたすら育てるっていう、いや、メガホンのせいでアイテム飛ばなくなったんじゃなくてね、なんか大手さんのところに花火が一極集中してるイメージだな。なんか中堅とか過疎がだんだん食えなくなってきたイメージがある。花火飛ぶところは飛ぶけど飛ばないところは飛ばないっていう、なんか格差社会みたいなのが始まってすごいやりづらい。なんか普段見る人にアイテム投げてほしいよね。ノリと勢いで投げる人が結構増えてきたなっていう。だから多分配信者の中でも稼げる人稼げない人の差がどんどん激しくなると思うよ、これから。いやー、どうだろう、行きたいけどね、ちょっとスケジュール的に難しいよね。行きたいなとは思ってるけど、アイテムはこだわりたいですよね、やっぱり。一生身につけるものが欲しいかな、持つものが。やっぱりその2年3年で壊れちゃうものっていうのはすごく嫌だよ。シルバーとか金属のいいところはやっぱり一生持つじゃないですか、生きてる間で。その生きた証になるし、そのね、子供とかに引き継げるから。だからアクセサリーはすごくいいと思いますね。それであんまり小さいものにしたくなかったの。小さいものだとその折れやすくなったりとか、大きいものだとやっぱり壊れづらいから。丸メガネあるよ。レンズがずれちゃったから
もうつけてないだけで。レンズ交換したら全然。ありますあります。もう見えないんだよね、裸眼だと。ぼやけてコメントが見えない。サムネもわかんないし。うん、ありますよ。見えづらいね、ちょっとね、ずれてるから。あ、本当にありがとう。助かるよ、本当に。彼女の子供欲しい。あのね、ごめんね、あの、よく言ってるんだけど、あの、察してほしいかな。俺とのんちゃんには子供できないのね。あの、で、あの、俺のことだったらいいんだけど、のんちゃんのこともあるから、あんまりね、そういう結婚しないのとか子供いらないのとかってね、結構気使った方がいいよ。人に聞くときって。うん。そう。それで、のんちゃん傷つけたくないし。まあ、俺とのんちゃんには子供はできないって、授からないっていう風に覚えておいてください。うん。で、悪意があって言ってないのわかるんだけどさ。似合う丸眼鏡。本当は裸眼がいいんだけどね。あのね、昔つけてたメガネ、丸メガネ一番最初買った時はね、あの、縁なしだったんだよ。縁なしのメガネはいいんだけど、壊れやすい。実はね、あの、メガネも作りたいんですよ。一番最初メガネ作ろうと思ったのね。だけど、メガネの場合さ、あれだから、うん。うん。違う違う、だから、彼女の子供欲しいって子供できないって言ってんじゃん。わかんない人だな。そうですね、マスターキーですね。まずは鍵って、いやでもコンセプト鍵っていうのは良かったですね。だから1個目、うん、1個目良かったですね、うん、鍵、夢の扉を開く鍵。鍵はありですね。うん、鍵で良かったと思う。男にモテるかな、昔から。女性にモテるっていうよりも、なんかその、しかもできる男の人に可愛がられる傾向がありますね。うん、なんかこう、社長さんとか、社長さんに可愛がられることめちゃめちゃ多いかな。うん。なんでなんだろう。昔からなんだよな。よくわかんないんだけどね。ありがたいよね。第二の TCP になるかも、アイテム。テルにはつけてもらいたいな。テル友達だし。テルがつけてくれたら嬉しいね。アイラとか仲のいい配信者にはつけてもらいたいなと思うけど。あ、テルテルにあげる？嬉しいわ。つけて、ちゃんとつけてよって言って、うん、お揃いだからって。うん、ドレさんとかはまあアクセサリーつけない人だけど、つけてくれたら超嬉しいね。ドレさんはまあつけないだろうな。アクセサリー嫌いそう。なんか普段身につけてないからわかる。テルはつけるじゃん、アクセサリー。すごい取れる。だいぶ磨いてなかったかな。ちゃんとつけてよって言って。そう、和道が作ったって言わなくていいから。お気に入りのジュエリーブランド買ったからって言って。あえて和道と言わない作戦でいこう。
サメ島さんどうだろうね、買ってくれるかな。単価が高いからさ、製造コストが高いからプレゼントできないんだよ。うん、毎日配信苦痛？たくさんいらっしゃい、うん、そうだね、やっぱ愛は大事だよね。おいおい、あのラッキーお帰り。そのさっきシルバーの手入れってどうやってやるのって、これゴールドなんだけど、これくらい変わるね。この上の部分が磨いた方、もうピカピカしてるでしょ。こっちが磨いた方ね、ピカピカってるの分かる？上の方が磨いた方で、こっち側が磨いてない方、全然違うでしょ。伝わるかな。右側が磨いた方で、左側が磨いてない方ね。こっちが磨いてない方、こっちが磨いた方、全然違うでしょ。だからまあシルバーも同じ原理なの、光り方が全然変わるっていうか。だからこういうクロスとかを買って、そのまあ劣化させるのが好きな人と光らせない人が好きな人もいるから、それはまあ好みで、この手入れして、そう、そう、光沢がすごい全然違うの。そう、だって、そう、ちょっと磨いただけでこんだけ、そう、黒ずみが出るでしょ。だから石鹸とか手洗ったりとかさ、石鹸の油膜がついたりとか、手の油で、そうそうそう、そうそう、シルバークロスとかいう名称で売ってるから、1000円しないよ、500円ぐらいかな、5、600円で売ってる。本屋さんで買ったら200円とかで買える。よくシルバー屋さんに行くとこうやって磨いてるでしょ店員さんが商品を。お、配信始まったら噂をすれば。行ってくる。行ってら。うん。行っておいで、のんちゃん。大丈夫だよ。今日いっぱいお話できたから。ありがとう。風邪ひいてるだろうから心配でしょ。行ってきな。うん、え、大丈夫？寂しがるよ。TCP なんだから。推しの配信者でしょ。俺はいつでもやってるから。遠慮しなくていいよ。みんながいるから大丈夫。あそこ人多いもんね、最近ね、うん、人気者だよ。ギャル、ギャルたち、テルギャル、真っ黒だもん。全然磨いてないから。おお、すごい綺麗になった。うおー、すごい。これも磨くかな、久々。
ギャルかどうかわかんないけど。ボタンを買ってる新宿いんの？よいこさん。岡田屋。ボタン。合います？僕駅の方行けますよ。あのジムに行くんで。月収80万あるっていつの話ですか？いつだろうな。うん、去年の話ですね。アドさんの方が落ち着く？それテルが見たら悲しむよそれ。ありがとう。まったり系だからね俺は。うん。あ、パーツ？なんかやってるんすか。カメさん風船ありがとう。カメさんロム線さんなのにいつもアイテムくれるよね。嬉しいな。ありがとうね。おお、光る光る、すげえ。うわ、すげえビカビカ。これすげえな。X さんがね、黄色買った方がいいよって選んでくれたんだけど、正解だったわ。全然光る。ピッカピカ。ほら。全然くすんでたのにピッカピカだよ。ちょっと待って。もうちょい磨きかけないと。すごいよ。ピッカピカになる。シルバーが。もうくすんだ色になってたの。ピッカピカ。うお、すげえ。なんだ。うるせえな。何時頃？もう出ますね。もうちょっとしたら出ます。うん。まだ時間あります？まだ時間あります？行く？処理師さん？岡田屋で会う？よいしょ。こんな感じだね。ちょっと待って、今磨いたのはね、こんな感じ。光ってるでしょ。ほら、こう鏡みたいになってるでしょ。ほら、さっきまではね、なんだろう、光ってなかったんだけど、磨いちゃったからね。こんな感じだったの。あんまり光ってないでしょ。ここの部分、この石の止めてる部分、それが後ろの部分磨くとこれくらいこう鏡みたいになるね。こうやってその光らせるのが好きな人は光らせればいいし、この裏側とか磨けないからこう光らないでしょ。裏の部分は。でもこう表の部分光らせる人が好きな人はこうクロスで、まあ1ヶ月に1回とか磨いてあげると鏡みたいになるし、こういう光らないのが好きな人は後ろのこういう感じにすればいい。あ、了解です。後で連絡します。そう、生で見たらもっと光ってるんだけど、うん、いいな新宿。新宿人多いからね、うん、人口密度が高いからリスナーさんの数がやっぱ多いんだよね。配信、そうだね。俺、あの、スポーツ、ほら、ボクシングジム行かないといけないから、もうあと、じゃあ5分で終わりにしよっか。うん。みんなありがとうね。シャワー浴びて、ジムに行くよ。うん。新宿人多いよ。だって、あれしょ、世界で2番か3番の交通量だよね。1日3000人出入りするらしいよ、新宿駅。3000回って言った方がいいのか。2、3000人通るんだよ毎日。ジムで配信はできない、うん、だし、あの、手の内バラしたくないし、ジムにその配信許可取ってないから、ジムでは配信する予定ないよ俺は、うん、ない。
だいぶピカピカになったな。真っ黒真っ黒。あ、下北とか高円寺ね、いいよね。俺も大好き。下北、高円寺、中野とかが好きだね。ガルさんいらっしゃい、よろしくお願いします。ワドです。趣味合うかも。いいよね、ああいう街が好き。俺もサブカル、サブカルの街が好きだから。いやー、もうバッチバチに鍛えてきますよ。バッチバチにやってきます。今日、今日行ったらまた明日休もうかな。ちょっと休みも適度に入れないとあのダメだっていうのが気づいたんで、今日行って休みにしようかな。ねえ、中野ブロードウェイとかね、いいよね。あれ、のんちゃんって東京なんだっけ、住んでるの。うちののりことね、仲良くなったらね、3人で買い物とかね、食事とかしようよ。静岡全然違えじゃん近所じゃなかったっていう。新大久保、新大久保ダメ、俺苦手。渋いな、ヤバぞ。うん、消して消して。クリオネさんと行った新宿御苑。新宿御苑もね、いいよね。あそこはもともとね、昭和天皇のあのプライベートのゴルフ場だったんだよ。天皇陛下の私物だった。赤坂とかいいね、渋いね。赤坂、港区はかっこいいよね。御苑いいね。ピッカピカになったよ。じゃーん、ほら全然輝きが違うはずなんだよね。遠目で見てもピカピカしてるはず。綺麗でしょ。ピーカブーってのは日本好きの気持ち悪い外人のこと？いや、あのピーカブーっていないいないバーっていう意味でしょ。いないいないバー、あのボクシングのスタイルのことだね。ピーカブースタイル、サブカル好きなんだ。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。